球に生まれた宇宙人。小さな頃から何でも仕組みを知りたかった。電気がつく仕組みやおもちゃが動く仕組み、壊れるまでいじってよく親に怒られた。そして周りの大人からはいつも、そうじゃない、こうしなさい、お前はこうだからダメなんだと何度も何度も説得され、傷つき何も言えなくなっていき、楽しいと思える日が日に日に減っていく。生まれてこなきゃよかった、そんな言葉を毎日思いながらも、その反面、何かをしなければならない、何かをするために生まれてきた、そんな言葉にならない思いで潰れそうになっていき、いつしか笑うことも忘れている。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルはこの地球にこびりついた古い価値観を塗り替えるために生まれてきた地球に生まれた宇宙人が、地球の古い価値観で押しつぶされないように、僕がいろいろな人から教わり大切に貯めてきた地球のルールというメモをもとにお送りする深夜放送のようなチャンネルです。そのメモが僕を救ってくれたように、このチャンネルがあなたの次のステップを作り出せれば幸いです。今回の地球と宇宙のルールテーマは、普通と戦う。この地球は今現在普通に満ち溢れています。街に出ればみんな普通の服装ですし、普通の情報を見て普通の感想を言っています。普通なものを食べ普通に美味しいと言っています。これに何ら違和感はありません。そしてこの世界が普通に満ち溢れていて困っている人も少ないはずです。でも実はこの普通が今の地球の大きな問題の一つだというのを、今の地球の苦しみの多くがこの普通が起因しているということを、なんとなく気がついている人が結構たくさんいます。この普通が異常だという認識が徐々に広がってきています。だから僕はこのタイミングでそれと戦う動画を作りました。普通と戦う、それは気づき始めた人たちにそれでいいんだよという心強いメッセージにもなり得るし、この世界になんとなく違和感がある人の気づきにもつながるからです。アースコスモス2016、いよいよか、いよいよ地球のために戦う、そんな動画を作ったのか。きっと陰謀論とか都市伝説みたいな話も出てきて面白そうだから見てみよう、そう思った皆さん、残念ですが多分その期待は外れますので、ぜひ他の動画をご覧ください。最初に明確にお伝えをします。決してある特定の人や団体をターゲットにして戦うための動画ではありません。そもそも僕たちは戦うのが嫌いです。自分一人が負けて済むのなら迷わず負けを選びます。でもこの動画では戦います。平和が大好きでこの地球に平和を実現するために生まれてきた僕たちが、もしかしたら唯一やってもいい戦い、それが普通との戦いかもしれません。なぜならばこの地球の普通という感覚、これらが僕らの目を曇らせ無感覚にし、さらには攻撃的にし悲観的にさせているからです。この宇宙の本質は多様性です。それは夜空を見上げれば感じられます。同じような形の星や銀河はありません。似たような星はあるでしょうが、大きさ、色、明るさ、そしてさらに地軸の傾き、回転数、惑星や衛星の数などを入れたら無限です。この広い宇宙に普通は皆無です。多様性があるからこそこの宇宙は存在できているのかも、そんな仮説すら出てきます。でも周りを見ると普通から外れることを恐れ、自分の存在を柔らかく否定している。それがとても不自然に感じませんか？今はもうこの地球の多種多様を推進していく時代です。そのために今回はその多様性の邪魔をしている普通に光を当てて、
その幻想を潰していきます。なぜならば、この多様性の追求が幸せへの扉だと僕は信じているからです。ではなぜ僕たちは多様性を求めずに普通を求めてしまうようになったのか。多分この普通という病気を細かく分析し対処法などを挙げていったら、一つの学問が出来上がるほど奥は深い気がします。でもこの動画の中ではそこまで時間はないので、その現象に気がついて風穴を開けます。一度穴が開くと、もう普通には戻れなくなってしまう。その辺をイメージしてスタートです。まずは大きな視点からです。普通。この世界の大きな問題だと僕が考える普通は、図にするととても単純でわかりやすいものです。それがこの図になります。縦軸が同じ人の数が多いか少ないか。横軸がその価値の高さです。一般的には極端に価値が低い人の数は少なく、価値が上がっていくに従って徐々に増えていき、ある一定のラインを超えると今度は人数が減っていく。そんな感じです。例えば貨幣経済の原則はこれで説明ができます。小さな頃から左側の価値が低い世界で生きる層と、右側の価値が高い世界に生きる層がいます。右端にいる人たちがこのグラフ全体のコントロールをしていると言われています。コントロールされている人たちはこの図のなるべく右側に行こうと頑張ります。そして金融業界を中心としたマスコミや上場企業などは左側の人たちを右側に行けるように見せかけて、そこから資産を合法的に搾取するのが一つの手段となっています。経済社会の原理原則です。でも広い話だと分かりづらいと思いますので、もう少し具体的にいきます。分かりやすいところで言うと、例えば CM。泥汚れで汚いシャツを白くするという洗剤の CM があったとします。まずは汚いのが恥ずかしいですという前提の刷り込みと同時に、その状態からの脱却が幸せなんだというところから始まり、低価格帯の商品だとテレビなどで可愛い、そしてかっこいいタレントを使います。その理由はこの商品を使えば汚くて恥ずかしいからの脱却は当たり前。そのタレントが使っている商品は白くて誇らしいのレベルまで行きますよというイメージをそのタレントが持っているので、本来は安心レベルの商品をそこよりも少し高いレベルに上げて価格以上の価値を感じてもらい、競合他社よりも上に行こうとする、もしくは利益を出す、そういう戦略です。余談ですが、もちろんそのタレントはその製品は使用していません。高価格帯の製品だと今度は CM は使いません。なぜならば右側の商品群は価格ではなく、機能性や環境配慮などを訴求したいからです。だからネットワークビジネスとか、目にする人を限定できるブロガーの口コミとかなどで訴求をし、その特別感を演出し、買ってもらうテクニックを駆使します。あとは、例えば業界で考えるとわかりやすいのはファッション業界。ファッション業界全体的なお話です。左がおしゃれをする余裕もない人。右がおしゃれと言われている人です。今の日本は経済レベルが上がったので、汚いとかみすぼらしいというレベルで左隅にいる人は珍しいですが、そこから脱却できて安心を変えるのは赤い看板のカタカナ4文字のあのブランドです。あそこには右側に入るようなデザイン性の高い製品はあまりないと思います。あったとしても右側からの徐々に降りてきた最新と定番の間くらいを狙っているはずです。この図の右端はいわゆるパリコレみたいなファッションショーの服です。僕はあれを着て街を歩いている人を見たことがありませんし、ポスターや CM も見たことがないですが、多分おしゃれな人はきっと目にしているはずです。僕の行けないようなすごいパーティーとかでは着ている人がいるのでしょうか。この業界全体はなるべく人々が右に行くように仕向けています。形や色で
今年の流行を作り出しているのは、製品のサイクルを短くし、一つの商品で右側を長くはキープできなくするための戦略です。ちなみに赤い看板のお店が銀座に旗艦店を出すのも、銀座というブランド力を使い、真ん中のドセンターから企業イメージだけでも右側に行こうという意思の表れではないでしょうか。ゆくゆくは上のカテゴリーを狙っているという可能性もあります。単価が上げられるからです。面白いと思うので、もう一つだけ例を出します。例えば、社会全般のお仕事について。仕事は未だに収入を得るためにやるものというのが固定観念としてあるので、収入の額によるヒエラルキー、階層が簡単に作れます。若い時はフリーターとか新卒とか言って社会的には価値が薄いというレッテルを貼り、恥ずかしいと思わせて頑張らせようとします。そしてそこからある程度経つと、日本の場合は年収が上がり、人並みに行くと恥ずかしいから脱却します。そしてそこから先は課長とか部長とか責任者の階段を上がっていき、経営者になるのが一番みたいな。だから毎日辛くても満員電車に乗って時間通りに会社に行き、夜は人間関係を構築するためとストレスの吐け口を作るために飲みに行きましょう。そんな人生のストーリーをこの階層で描かせます。これも全員がなるべく右側に行きたがるという大前提があるのですが、最近は管理職になりたくないという人が増えたり、そもそもフリーターで何が悪いの、ネットで起業したり YouTuber というフリーな稼ぎ方もあるよとか、いろいろと新しい図ができてしまっていて、特に若い方はこの図に興味がなくなってきているというのがこの図を見ているとわかります。ちなみに政治の世界もこれと同じような現象が起きていて、今優秀な若者は政治家になりたがらないどころか、その選択肢すら思い浮かばないという現象が起きています。そしてこの図からの脱却、それが普通と戦うではありません。この図からの脱却を試みようとすると、また新たな図をこの社会に作り上げなくてはならないので、構造は変わりませんし、非常に時間がかかります。だから今回の普通との戦いは、この図の社会を前提とし、その中で戦う方法です。だからこれを下げたり、この色を変えたりしません。あくまでこの社会の風潮の中で戦います。だから戦いなんです。だから他人を傷つけないんです。そこは忘れないでほしいです。では実際に戦っていきますが、まず最初はなるべくわかりやすいように事例を出します。事例を出しますが、なるべくニュートラルにしたいので僕の事例にします。ここから先は超個人的な話になるので、僕の事例に自分をはめるのではなく、自分のパターンに気づくきっかけだと思ってください。まず自分が最近何か窮屈に感じることや、何か転換点だと感じていることに思いを馳せます。それを一つ決めます。僕の場合ですが、なんか体調が悪い日の前夜に思いを馳せてみました。飲酒をした日の次の朝は明らかに体が重い、そして内臓があらゆる臓器がいつもと違う、そういう感じでした。付き合いで飲むことがたまにあるのですが、そういう席では飲むことが当たり前なので、そして別にお酒を飲むことは少しならできるので、断るとなんとなく場の雰囲気が悪くなる気がします。場の雰囲気が悪くなるのは僕の性格上嫌なので、場の雰囲気を乱さない程度に飲んでいました。つまり周りを気にして飲んでいたんです。気がつく、それが第一歩目です。次にその中にある感情を特定します。これは箇条書きレベルでいいので文章にします。質問としては、それをやっているとき、感じているときの深い部分の感情、なぜそれをやるのか、やり始めたのか、そんな感じです。自分の中にある純粋な感情にフォーカスです。僕のお酒の例で言うと、場を乱したくない、飲めないと思われたくない、飲めなくて失望させたくない、飲める方が人間関係が円滑になる、お酒は美味しいはず。なるほど。同じような内容でもニュアンスで気持ちは変わってくるので、
出てきた言葉をそのまま書いてみてください。そしてもうないぞと思ったところからさらに2つ3つ出すようにしてみてください。僕もさっきの感じで出し切った感はあるのですが、もう少し出してみたいと思います。飲むと陽気になる、少量なら健康にいいはず、健康に悪いこともたまにはしたい、そんなところでしょうか。もちろんたくさん出るならたくさん出してください。出なくても少し待つと必ず出てきますので、質問を何度もしてみてください。ここまででなんとなく自分の虚像がはっきりしてきますが、全体を眺めて自分が自分でどう思っていたのかまとめてみます。こんな感じです。なるほど。どうも僕は人に悪く思われたくなくて、なんとなく自分をごまかして飲んでいる。そんな感じだったようです。もしかしたら若い頃飲まないことで何か嫌な思いをしたことがあるのかもしれませんが、はっきりとした記憶にはありません。よくよく考えれば気がつくのですが、多分僕一人がお酒を飲まなくても誰も気づかないはずです。自覚ができるとその現状を感じることができます。言葉の感覚ではないのですが、あえて言葉にするとニュートラル。そんなに肩肘張らないでもいいんじゃない？別に飲みたければ飲めばいいけど、体に合わないのなら飲む理由ないんじゃない？そんなアドバイスが自分の中から出てきます。これは面白い体験です。自分の顔を自分で一枚剥がす。そんな感じです。改めて自分のお酒への感情を俯瞰してみると、体に合わないお酒は自分に嘘をついてまで飲まなくていい。多様性として解釈をすると、僕はお酒が楽しめないという個性を持って生まれてきたんだと思います。ここまで到達できると、それでも飲みたいとは一切思わなくなります。それが僕の個性だからです。そこに行き着くと、ふっと何かが軽くなります。では、この一連の工程を振り返りますと、自分の価値観で自分が苦しんでいるものに気がつく。そこにくっついている自分の感情を書き出す。それ全体を眺めて、自分の固定観念に気がつく。それを簡単な文章にしてみる。そしてニュートラルな穏やかな状態になる。そんな感じです。注意点としては他人の感情にフォーカスはしません。あの人はなぜいつも僕にお酒を勧めるのかというチャンネルに入ると普通にとらわれます。あくまでこの形は変えません。あと重要なのはニュートラルな感じはあくまで結果です。最初にニュートラルを目指すとほぼずれます。ニュートラルに取られてしまうからです。目指すのはあくまで自分の感情への気づき、そしてその呪縛に気がつき、そこからの解放。そしてさらに面白いのが、その自分の感情にはあるパターンがあります。そこに気がつきます。やってみるとわかるんですけれども、そのほとんどが自分への期待。自分はこんな人であるべきだ。自分はこんなことをされる人間ではないとか、そんな言葉に縛られていたということに気がつきます。先ほどの図にしてみると、飲めないという恥ずかしい状態から、せめて人並みに飲めるところには行こう、そんな価値観で縛られていたのですが、そこには自分では気づけない、お酒を飲める人は偉い、そんな個性のない価値観がはびこっていたことが見て取れます。そしてもしかしたらそれは小さい頃から見ていたお酒の CM とかが自分の価値観の一部分となってしまっていて、その CM は間違いなく世の中全体の飲酒量を増やすのが狙いなので、こういう方向を作り出しているのですが、その考えが自分の考えなのかどうなのかも判別できないまま行動を作り出している。そんなことにも気がつけます。なんとなく分かっていただけたと思います。そしてこういう気づきの時間をできる限りいろいろなケースで繰り返します。自分の普通がボロボロと剥がれ落ちていくのを感じると思います。そしてそれを繰り返すことで見えてくることがあります。実はそれがこの動画の肝の部分になるのですが、三つの大きな気づきが見えてきます。一つはこの図の世界観に関してです。僕たち地球に生まれた宇宙人は長年この図に悩まされてきました。僕のチャンネルの動画で毎回冒頭でお話していること、小さな頃のカラフルな世界、大人のモノクロの世界、これは
の中のこの力、大人になることはこの力に沿うことと教えられ、嫌なことや苦手なこともこの坂を登って普通になる。人生の時間はそのためにある。その小さな頃から悩まされてきたその問いに明確な答えが出ます。もちろん答えはそれぞれに出てくるので、あえてここでは言いません。皆さんの中で言葉を生み出してください。そして二つ目が価値観の転換です。くどいようですが、またこの図。これの中で戦うと言いましたが、最初はこの中にいますが、俯瞰できるようになります。そして俯瞰が始まると、いろいろと見えてきます。そして、つながってきます。つながりが見えると、さらにニュートラルが加速し、こだわりや正義感が薄れていきます。そうすると、例えば他人が何か悪いことをしたとして、これまでは正義の剣を振りかざし、それがいかに悪行かを分からせよう、そんな感情が出てきていたのが、その感情は作られた感情だということに気がつきます。お金、役割、ステータス、人間関係、プライド、慣習、自分の根幹だと思っていたことも作られていたものだと気がつきます。そして残るものが見えてきます。残るもの。それが自分の本質とか自分の個性。この宇宙の多様性の中でキラリと光るもの。その色や形が見えてきます。この図の縦軸とは全く違う。でも切り離されたわけでもなく、この矢印の存在を認めながらも、唯一無二の自分を愛せる、そんな日々が訪れます。間違えていけないのは世捨て人になることではありません。揺るぎない自分の本質で行動をすることです。だから面白いのが、その価値でこの図にあえて入ることもできます。そして例えばですが、お金も稼げます。なぜならば、お金もこの中の小さな一つだと分かり、自分の本質ではないと分かるから、俯瞰できるからです。それが好きなことで生きていく方法の一つです。そして三つ目、気づきの最後が個人と集団の在り方への気づきです。普通との戦いが自分の中で進行していくと、この心理と集団の心理の違いを明確に感じるようになります。自分の言動と自分の本質がシンクロするからです。そして正義感のような作られた感情に違和感を感じるからです。世界で起きている戦争や小さな争いごとも、突き詰めると正義感の主導権争いです。正義を一つに絞れれば、この世界から争いはなくなります。でも実質それは不可能です。なぜならば、この宇宙の本質は多様性だから。いろいろな人や生物がいて、植物がいて、それぞれに輝く特性があるのに、この地球で正義を一つに決めるのに魅力を感じません。こういう話をすると、そうだそうだ。正義が諸悪の根源だ。正義感をこの世界から根絶させればいいんだ。という理論を持ち出す人が出てくるのですが、それ自体が正義感という作られたものです。今の世界の争いは全てこの構造を利用したものです。ちなみに少し話はそれますが、いじめ、ネットの誹謗中傷、芸能人の不倫とかをすごく批判する人、これらも集団的正義感が元になっています。キーワードは集団です。一人一人個人としては、日本人は皆さんいい人です。でもそれが集団の中の一人という側面を持つと、途端に目の色が変わる人がいませんか。そしてそういう人は同じような人を見つける天才です。同じ人を見つけて正義団を形成しようとします。そして集団を形成することで、何か責任感みたいなものが芽生えてしまうのか、人為的に作られた正義感を振りかざすことで、不甲斐ない自分の状態を一瞬忘れることができたり、崩れたホルモンバランスから来るストレスの解消をしたりしているように見えます。でも普通との戦いが進行していると、こういう個性を持つ人もいるのかな、でも自分の個性はそうじゃないな、そんな感覚でいられます。集団の中の自分ではなくなり、個人としての自分になる。そんな感じです。知り合いの発言も、それが個人の多様性から来る発言なのか、
集団の正義感から来る発言なのか、そこが手に取るように分かってきます。そしてその感覚がもたらすのは、どんな人でも個人という確信です。出身の国とか性別とか言動で人を判断しない、その人の本質を見つけてコミュニケーションをする、それが癖になります。ツイッターなどではよく芸能人のスキャンダルを叩いたり、政治家の政策を嘆いたり、正義感の浪費化がまだまだでも多い気がしますが、でも正義感を貫いて世界が良くなった事例がありません。だから正義を否定せず、でもそれには染まらず、普通と戦うとそういう強い意志が生まれます。それが普通との戦いの戦利品です。戦利品で言うと明確なものがもう一つあります。それはこれまで普通と申されていたものがフィルターが取れるので何でも敏感に感じ取れるということです。普段食べていたものや聞いていた音楽、一つ一つと丁寧に向き合う感じになります。なのでもしかしたら食べ物の好き嫌いや好きな服の材質も変わるかもしれません。そういう意味でも生活に普通はなくなります。これが僕の言う普通との戦い。それは自分の記憶や習慣との戦いでもありますし、作られた社会、コントロールされた社会との戦いでもあります。だから誰も傷つけませんし、誰も否定はしません。でも逆に言うと誰にも求められないし、認められたりもしない、孤独な戦いです。そしてこの戦いは徐々に淡々と進むので、それまでの自分が大事にしてきた価値観を否定しなければならなかったり、どうしても捨てなければならないものが出てきたり、そういう意味でも戦いになります。しかし間違いないのは、この価値観はこれからのスタンダードです。これからの宇宙時代、リアルに宇宙人とコミュニケーションしていく日もそう遠くはありません。そんな時にこの普通との戦いの経験は、他の星の皆さんとのニュートラルな関係づくりには必要な経験です。まずこの星の多様性を認め、この星の多様性を僕らの宝物にします。そして多様性でこの星を満たし、みんなが仲良くを目指すんじゃなく、みんなが違うことを認め合う。そして多様性でこの星を満たし、異星人とのニュートラルな関係性を築く。ちっぽけな集団でその星のちっぽけな正義を振りかざす地球人に、平和的で愛に満ち溢れた宇宙人が興味を持つでしょうか。この星はまだ早いかなと思うはずです。普通との戦いは僕らが自分という呪縛から自由になることでもありますが、それは同時に宇宙時代への準備運動でもあるんです。もちろんこんなアホなことを本気で信じる人は少ないとは思いますが、全くいないとも言えません。なぜならば僕ら地球に生まれた宇宙人は、この地球の目覚めを促す役割だからです。固定観念から多様性を生み出し、この宇宙の多様性を受け入れる時代に入っているから、そこを感じるのが今回の動画の目的です。それを面白いと思ってくださったら嬉しいです。今回の内容はぜひ皆さんでシェアをしてみてください。この動画をシェアしてもいいですし、自分の言葉に変換してブログや SNS でシェアをしても OK です。わかる人にはわかってもらえる内容です。そしてこういう人が集まる場も作りました。地球に生まれた宇宙人へホーム。正義感ではつながらない、地球のために何かをしたい、そんな優しい人たちがたくさん集まってきています。ぜひ下の説明欄からリンクを確認してみてください。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであれば、いいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの動詞が書いてくれています。読むだけでも面白いと思います。そして、まだまだ僕たちの動詞はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っていますので、ぜひシェアもお願いします。ツイッターもやっています。@earthcosmos2016。そして、コミュニティもやっています。先ほども言いましたが、地球に生まれた宇宙人へホーム。下にリンクが貼ってありますので、ぜひご確認をお願いします。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法。今回は本です。独立国家の作り方というですね、本になります。
著者はですね、坂口恭平さんという方で、この方、坂口さんですね、すごい僕もお会いしたい人の今一人なんですけれども、作家さんでもあり、最近はなんか自殺防止のためにですね、ご自身の携帯番号をツイッターとかでですね、オープンにしてされていまして、自殺防止のそういう活動なんかもされています。この本は僕自身は結構前にですね、購入をしたんですけれども、この今回のです、この普通と戦うというテーマの時にパッと思いついたのがこの本です。本屋でですね、確か徘徊していろいろ物色していた時に、すごい目についた本ですね。タイトルだけだと多分怪しいなと思う方ももしかしたらいるかもしれませんが、この方はもう本当に行動というかその活動ともうリンクしてるこれ言葉なので、すごい説得力があるというかですね。まあ、ぜひ読んでほしいんですけれども、この方もともとはなんか建築家かな、建築学科みたいなところを出ていて、なんかその、お家のない方、の、その、ゼロ円ハウスって確か言ってたと思うんですけれども、そういう方々のお家のその構造とかなのかな、そういうのをいろいろ研究し始めたんですね。それでいろいろ思いついたことをやってみて、やってみて、やってみて、みたいな。そういう、なんて言うんでしょう。これまで常識というか当たり前みたいな。家ってやっぱり土地を買ってそこにちゃんとハウスメーカーさんに作ってもらってみたいな。それって当たり前じゃんみたいなところの当たり前をまず一回なぜかみたいなところからスタートさせて、じゃあこれでいいんじゃないか、これでいいんじゃないかみたいなところを書き換える、固定観念を書き換えるみたいなことをもう当たり前にして、それを活動にして、それで今まあ作家さんでもあると思うんです。結構本も書いていらっしゃると思いますし、あとなんかアート、なんか絵も描くんですかね、なんかアートもやっていらっしゃるようなすごい多彩な感じの方ですね。なんかその中で書いてあったのが、なんかその自分の得意なジャンル、その坂口さんが作ったもう国家、国があるので、その国で、国に関わる人たちをもう大臣っていう名前でですね、その何々担当大臣みたいな、もう勝手に名前をつけて、それでその坂口さんのその国家にですね、関わっていくみたいな感じの制度にしてるらしいんですけれども、なんか僕も一個大臣のなんか役職欲しいなっていう、そういう気持ちになるような、そういう本ですね。ぜひツイッターもこの方やっていらっしゃるので、もしよろしければフォローしていただいて、本もたくさん出てますので、もし気になるものがあったらぜひ読んでいただきたいなと思います。この本自体は講談社現代新書から出て、独立国家の作り方、坂口恭平さんです。それではまた。地球に生まれた宇宙人。チャンネル登録もよろしくお願いします。